ャンネル。どっ。こんにちは。気になることが。気になることが。気になること。あ、もうやってる。それです。それですか。はい。結構私その、まあ、楽天イーグルスの取材をしてたんですけど、はいはい、喫煙所があるじゃないですか、球場どこでも。ありますね。結構な選手が試合前とか、うんうん、試合後とか、うん、吸ってるわけですよ。え？アスリートってタバコ私吸わないもんかと、うん、もうできる思ってたので、え、吸うんだっていう。結構吸うっすね。結構吸いますよね。最近はちょっとずつ減ってきてると思うんですけど、はい、一時は多分半々ぐらいで吸ってたんじゃないですか。半分吸う半分吸わないぐらい。え、そんなにですか。はい、もう吸わない人の方が多いかなぐらいの感覚ではありましたけど、下手したらチームによったら、はい、ロッカーの自分の席で吸っていい球団もあったらしいですね。へえ、そんなに良かったんですね。喫煙所じゃなくても、はい、だから自分のロッカーに灰皿があって、はい、自分のロッカーで吸ってもいいような球場とかもあったらしいです。へえ、はい、いいんですか、そのプレーに。いいんです。いいんですか。まあ僕は吸ってないですけどね。一回は吸ってないんですか、そのアスリート。そうそうそう、継続的には試しに吸ってみたことありますよ、はい、でも継続的に吸ったことはないです。へえ。スポーツで言えば、はい、まあ、他の競技もそこまで詳しく分かんないですけど、割合的に多いのは野球がもう断然的に多いんじゃないですか。うん、この前那須さんの動画で、はい、そのサッカーの J リーグのサッカー選手のこと聞いたら、はい、もうタバコとか吸ってる人はほぼいないっていう。へ、たまにいるらしいんですけど、ほぼいないらしくて、はい、昔はなんか結構酒もタバコもやりながらっていう人結構いたらしいんですけど、はい、もう今はもうほぼいないって言ってました。いや、イメージではタバコを吸うとこう長く走るのはなんか辛そうだなみたいな。私も吸ったことないんで分かんないんですけど。だって走んないですもん、長く。野球って。いや、でもビューンって走ってる人じゃないですか。ちょっとね、ちょっとだけ、はい、はい。野球はコンタクトスポーツでもないしフィジカルスポーツでもないんで、うん、そこまで持久力いらないですもん。あ、だからもうイニングごとに吸ってる人いますからね。え、そんなにですか。はい、だからで守備守って、はい、帰ってきたら喫煙所みたいな。そっか、打順回ってこないから。はい、へえ。ピッチャーでも投げて帰ってきたらタバコみたいな。へえ。まあイニングごとに。ピッチャー持久力いるじゃないですか。でもなんか吸ってるもんだって。持久力いるって言っても、はい、心配的な持久力いらないでしょってなんないでしょ、そんな言うほど。どっちかっていうと筋肉疲労だったりとか、はい、そういうのも、まあ、もちろんタバコの影響でね、うん、そのなんか毛細血管が細くなってっていうところもあるかもわかんないですけど、はい、まずこのぜいぜいそんなないですもんね。いや、でも先発ピッチャー長く投げる人はたまにこう、まあ、回を重ねるとってなってますね。うん、まあ、なってる人いますけど、はい、だからって別にこうでなんか聞いた話、落ち着くらしいんですよ。あ、精神的に。いや、すごい。だから緊張がほぐれたりとか、はい、そういうなんか落ち着くらしくて、はい、それだったらまあいいんちゃうかって思うんですよ。あ、まあそれがいい影響をもたらしているのであれば、はい、まあいいとは思いますけど。でもサッカーとかはでもやっぱ持久力には影響は出るんですかね。それはまあそれは多分科学的にはもう絶対出ると思うんですよ、はい、だからマラソン選手でタバコ吸ってる人聞いたことないですもんね。基本アスリートって吸わないと思ってたので、はい、はい、へえ。だからだってまあサッカーとかだと10キロとか走ったりするじゃないですか。そうですね。多い人だと、うん、その1試合で。1試合で。野球って多分全力疾走、はい、1回もしないパターンあるんですからね。ああ、まあまあそっか。野球って1試合でどのぐらい走ってるんですかね。まあもし全打席塁に出なかった場合は、はい、ファーストまで4回じゃんね。はい。でしかもそれも、はい、全力で走る可能性がある打球じゃないと全力で走んないじゃんね。もう流してとか、まあ、7、8割でみたいな、はい、か見逃しとかだったら走んないですね、うんうん、でしょ、はい、で守備とかでも、はい、基本瞬発力だから、うん、そんな長く走るってそんなないですもんね。そうですね。多分長く走っても、はい、50m 走らないでしょ。そっか、外野の人が全速力で。いや、走ったとしても 50m 行かないじゃないですか。あれ 50m も走ってないんですか。だって 50m って言ったら、はい、レフトまでの半分ですからね。100だから。あ、そっか。ホームベースからのレフトまでの半分を全力疾走で終えるってなかなかないし、ないです、ね、外野手とか右中間左中間間抜けて終えていくのも全力で走ってるやつそんな見たことないでしょ。はい、そうですね。だから全力疾走って、うん、多分ほぼしないですよね。はい、
あ、じゃあ野球の場合はタバコを吸っててもそこまで影響ないですね。そうです。だから科学的に言うとすごい影響あるかもわかんないですけど、はい、その影響あることとその落ち着くっていうところを天秤にかけた時に、はい、まあいいかっていう、はい、そのまあメンタルとかね、なるほど、とこを考えた時に、うん、じゃあ佐藤さんはそういう方々いっぱいいるじゃないですか、うん、よく世間的にもタバコのコミュニケーションって結構大事って言ったりもするじゃないですか、うん、喫煙所でしか話せないことがあるとか、うん、結構男性は多い気がするんですけど、うんうん、そういうのでこう吸おうかなと思ったことはないんですか。ないですね、そこは。あそこは、うん、どうだ、まだタバコ吸うとこじゃなくてもコミュニケーション取れるとこいっぱいありますもん、まあ、お風呂とか、ね、いやでも私はあのもしお付き合いする男性にはタバコをやめてほしいなと思うんですよ。あの私の好み、これ、うん、私の好みの話ですよ、うんうんうん、でも喫煙所でしか話せないことがあるんだとか言うんですよ、うん、それも関係ない、まあ、喫煙所じゃなくて、だって別に本当に言いたいことがあったら喫煙所行けばいいじゃんね。そうですね。だって知ってなくても行ったらあかんほうじゃんっていうことないから。あ、確かにそうですね、うん、別に。じゃあそういう男は言い訳か。そう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 、やめたくない言い訳だな、うん、あ、そういうことだ。だって一時ロッテとかは、はい、ロッテバス2台なんですよね、移動、うん、で1台は禁煙車、はい、1台は喫煙車でしたからね。はい、へえ、分かれてたんです。そうそう、だからタバコ吸わない人は禁煙車に乗って、はい、タバコ吸う人は喫煙車で2台で分かれてたんですよ。へえ、それやっぱ半々ぐらいだったんですか。そうですね、半々ぐらいでしたね。へえ、でもそれはやっぱ1軍2軍の入れ替わりで、はい、そこはちょっとバランスが崩れるんですよね。うんうん、でもどうなんですか、今もう球場にやっぱ喫煙所っていうのはちゃんとあって、今もどのぐらい吸ってるんですかね。まあでも少なくなったとは思いますけど、3分の1ぐらいは吸ってるでしょ。あと監督コーチとかスタッフとか考えたら、はい、下手したら半分ぐらいいってるかもわかるですよね。あ、そうですね。昔の人の方も吸ってることは多いし、はい、でもロッテだと1回吸わない人の方が割合が多くなった時があって、はい、禁煙者が 1号車なんですよね、はい、で喫煙者が2号車なんですよ、はい、だから監督は絶対1号車に乗るんですよね、はい、でそうなると、まあ、コーチもサラリーマンじゃないですか、はい、みんな吸おうが吸わないが1号車に乗ってくるんですよね。ほー、で基本的には、はい、2席を1人で座るんですよね、はい、基本的には選手はみんな、はい、でなってくると禁煙者が多くなって1号車が人パンパンになってきたんですよ。もう真ん中の補助席も使えますみたいな。はい、でもう2人掛けならもう2人で乗っててもうパンパンやみたいな感じになって、はい、2号車全然少ないなみたいな、スカスカやないかみたいな感じになって、はい、1回もう両方禁煙にしようってなったんですよ、はい、で両方禁煙になったんですよね、うん、人が乗れるように、はい、パンパンじゃなく、うん、ってなったらタバコ吸う人たちが、はい、やっぱここはストを起こし出すんですよね、はい、ストっていうかこう抗議し出すんですよね、はい、吸いたいって言って、はい、でバス3台になったんですから、ね、えっ、いや、あれは本当に意味ないと思ったね。その理由で、うん、だから1号車が禁煙、はいはい、2号車も禁煙、3号車喫煙みたいな。へえ、もうどこもスッカスカ。うーわーなんかその費用もったいなって思っちゃいますけどね、うん、だってしかも球場に行くのなんて、はい、まあ、長いところでパ・リーグだと西武か日本ハムですね。長くて何分ぐらいですか。うん、下手したら 2、30分。あ、その渋滞とかはまったりとかすると30分ぐらい、はい、西武とかもかかる時あるし、うん、はい、あと帰りとかも球場から出るのに時間かかったりすると、はい、西武から立川のホテルまでも30分ぐらいかかる時もあるし、はい、札幌ドームからホテルも渋滞してると時間かかったりと か、うん、だから比較的近いのが福岡とか、はい、あと多分ロッテも近いと思うんですよね、うん、まあ、泊まってるところによると思うんですけど、はい、であと京セラとかも近いですね。でも神戸とかはちょっと遠いんですよ。ホットモットが、はい、新神戸の駅から、そうなんだ。そうだと 2,30 分だからそこも吸いたいけどね。その 2,30 分我慢できないんですか。もう俺には理解できないけどね正直全く。あれは本当無駄だった。一時それがあって、はい、こんなん無駄やろって言って、はい、結局2台になって、はい、両方禁煙禁煙になったんですよ。今はじゃあもうそうなんですかね。これで、はい、監督によるんですよ結局は。はあ、結局監督が、はい、タバコ吸ってない人だと、うん、タバコにめっちゃ厳しくなるんですよ、はい、そういうところのアスリートたるもの、うん、だからそういう人が吸ってないから、はい、そういう人の俺もそうだけど、はい、吸う人の気持ちは正直1ミリも分かんないの。いや、分かんないんですよ、うん、でも、はい、吸う人には吸う人の理由が絶対あるわけじゃないですか、はい、そう落ち着くとかね、うん、なんかしらのね、うん、でタバコ吸ってる人が
監督になると緩くなるんですよ、自分も吸うから。まあ、そうです、吸いたいですもんね。だからもうね、皆さんの会社と一緒です。上司が変わったらルールが変わるんですよ。ああ、なるほどな、そっか。タバコに関しても、はい、うん、だから結局監督次第で緩くなったり、うん、なんか締め付けが一回ロッテがね、はい、これ本当に意味ないやろうと思って、バカなルールだなと思ったんですけど、はい、ユニフォーム着てる時はタバコ吸っちゃダメっていう。へえ。キャンプ中とかでも、はい、そしたら何が起きたか知ってます？え、なんだろう、みんなもう着替えまくる、吸いたいから一回ユニフォーム脱いで、はい、短パンと、だからアンダーシャツですよね、うん、だから上と脱いで、でそれで吸うっていう。へ、で終わったら着る、また脱いだでしょ。なやこれ、めんどくさい。え、ってことはユニフォームに匂いをつけちゃダメみたいな。いや、だからユニフォーム着てこうやってタバコ吸ってると、はい、見え方が悪いから。そういうことか。なのかね、はい、僕は分かんないですよ、はい、このへっぽこなルール、うん、全く、はい、でもでみんな脱いで吸って、いや、こんな意味ないやろみたいな。どうなんでしょうね、今12球団どのぐらいの、その各球団タバコルールってなってるんでしょうね。まあ、入ってみないと分かんないですけど、うん、結局は監督の。あとはね、ロッテで一時流行ったのが、はい、紙タバコっていう。はい、紙タバコって何ですか？紙タバコってこの噛む方の紙す、この画用紙の紙じゃないですよ、はい、噛む方の、あ、紙タバコっていう、うん、がそのアメリカとか結構主流なんですよ、はい、だからボビーが来た時とか、うん、もうだからあの時ベリーとか、はい、マーティー・フランコとか、葉っぱだけが入ってる感があるんですよ、はい、だからもう紙に巻かれてない、うんうん、でそれを唇と歯茎の間に入れるんですよ。こことか上とか、そうそう、そこに入れて、うん、でそれで唾で、はい、そのニコチンだけを飲み込むで、胃で吸収するんですよ。へー。でだから唾ペッ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 ペ吐いたりとか、はい、あとガムとかになじませて、はい、うん、でここ噛まないです、ここに入れて、それをもう唾で含んで、だからなんか味をもう飴みたいな感じです、いわば。へえ。で それはなんかそのタールを吸い込まないらしいんですよね、はい、でニコチンをそのなんか胃から吸収していくらしいんですけど、はい、それがもうだからもうペッ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 唾みんな吐くんですよ。へえ。それが流行ってましたね。だからなんかこのタバコより健康にいいやって言ってました、はい、あよくわかんないですよ、僕はよくわかんないですけど、うん、でも球場であんまりこうペッペッペね、唾あんま吐かないでほしいなってちょっと思っちゃいましたよね。だからあの時ロッテとかめっちゃみんなそれ結構、それ本当多かったですね。へー。コーチも監督もボビーさん吸ってたんですか？ボビーもその紙タバコだったと思うんですよ。ああ、そうなんですね。だから選手たちもこれから、はい、だからもうそしたらイニング中だから守ってても、はい、タバコ吸ってんのと一緒なんですよ、はい、入ってるからもうずっとプレー中も入れてるんですね。入れてる。へえ、そんなのがあるんですね。でもうなくなったら、はい、ペッて吐いて、はい、また入れるっていう、はい、へえ。もうずっと吸う。でもなんかそれは、うん、これはもうネットで調べると、はい、その紙タバコのそのニコチンの吸収には数十分から数時間かかるらしいんですよね、はい、でこの吸う、うん、このタバコはもうすぐ吸収するらしいんですけど、はい、あ、じゃあ紙タバコの方がちょっとなんかいいみたいなって言うんですよ、はい、僕は分かんないですよ。そういうタバコの人たちも、だからそういう人たちはもうずっと、ずっともうずっとニコチン吸ってます、入れてます。あ、そうなんですね。だから比較的多いですね。だから僕は別に否定も肯定もしないんですけど、はい、それで結果が出るんだったら、うん、それでいいやっていう。まあまあそうですね、はい、私はもう本当自分の好みとして吸わない方の方がなんとなく私は好きですけど、うん、ただまあ、野球選手に限っては素敵なプレー見せてくれればファンは嬉しいんですよ、うんうん、だからどっちでもいい。どっちでもいいでしょ。どっちでもいい。でも最近ね、はい、セールとかもどんどん少なくなってますしね、ホテルとかも。いや、そうですよ、もう全面禁煙みたいな会社とかも多いじゃないですか、うん、どうしてる、あれか、なんか電子タバコみたいな、タバコじゃないタバコみたいなの、あれはどうなんですかね。だって要はまあでも一緒でしょ、そのニコチンを入れてるんでしょ。あれってどうなの、私もちょっと分かんないんですけど、みんなこういう機械に入れて吸ってません最近、うん、でもまあニコチンは吸ってるんですよね。あ、そうなんですか。だってそうじゃないと何吸ってるんですかね。なんかフレーバーみたいな。詳しくないんですよ私も。だからよくジャパン行ってもそうだし、うん、何しても、はい、禁煙か喫煙かは絶対聞かれます。へー。あとね、新幹線とかだと昔喫煙車両禁煙車両っていうのがあって、ありましたね、
でそこも聞かれるし、うん、今全面禁煙でしたっけ。そうです。あとなんかあの喫煙所がありますよね。そのそうだタバコ吸うところの新幹線の中にも、はい、だそういうのはもう常に禁煙か喫煙かは常に聞かれてて、うーん、でホテルとかもだからもう禁煙と喫煙で会が分かれたりとか、はい、まあそこ大事なところなんですよね。吸う方にとっては大事ですしね、うん、吸わない人にとっても逆に大事ですよね。あ、まあまあそうですね、うん、あの匂いがダメな方とかもいますもんね。そう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 、うん、ホテルとかもねやっぱ喫煙の部屋だとちょっときついですよね。僕らは匂い残ってますもんね、すぐ分かるしね。禁煙者もそうですね、はい、だからまあ結構います、野球界は、はい、でもまあどっちでもいいってことですよね。それで結果出りゃ別に吸ってようが吸ってまいが、はい、僕はどっちでもいいと思うんですよ。で結果その吸うことによって結果が変わるってことは、まあ、ほぼほぼないんですもんね。多分僕は、はい、結局はここだと思うんですよ。もう個人のね、はい、腕、はいはい、だから酒も飲むしタバコも吸うし、うん、人によったらもちろん何もしない人もいるし、うん、でもじゃあ何もしなかったからって結果出るかどうかって言ったら違うじゃないですか、はい、そうですね、はい、でもまあこんなもんですね、プロ野球のタバコ事情。はい、よくわかりました。はい、はい。